よし、行きましょう。山中慎二です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日もね、パター編ですね。パターにおいての今回はですね、テンポとテンションについて説明させていただきます。皆さん、パターのストローク中、テンポとテンション、気をつけられてます？多分ね、知らない方とか多いと思うんですけども、例えばテンポで皆さんね、パターが速いねんって言われたりとか、パターちょっとこう、ダンスちょっと速なったとかいう風になるんですけど、逆に速なったってなんやねんみたいな。速くしてる気持ちはないけども、速なったんみたいなのが、多分ね、実感とかも少ない方も多いと思うんです。やっぱりその辺のテンポですね、このリズムよくストロークすることと、テンション、バックスイングが速くなってしまうとか、ダンスイングが速くなってしまうっていう、どちらかでもいらっしゃるんですけども、そういう風なこのミスですね。でも、そのミスをなんでしたらダメなのかっていうことによっては、やはりまっすぐ転がすことも大事ですけども、やはり距離感が合いにくいですね。やっぱり距離感を合わせやすいのも、テンポ、一定のテンポとテンションですね、テイクバックが速すぎることなく、ダンスイングでも速くなることなくっていう風なことを揃えることによって、距離感も合わせやすくなるんで、その辺をちょっと説明させていただきたいと思います。まずね、テンポですけども、ラウンド編でもお伝えさせていただきましたけどもね、やっぱりストローク中っていうのは、1、2、3テンポがいいですね。あとですね、1、バックスイングして2、フォローで3ですね。はい、こういう風にテンポをね、1、2、3とこういう風に声をかけて打つことによって、やはりこう入れたいっていう気持ちが結構強いんですけども、逆にそこに入れたいんだけども、声を出して、こういうふうにこう説明できる声を出して1、2、3と声を出して声を出すっていうところに対して意識を持っていくことによって入れたいっていう頭のこの脳の感覚をちょっと麻痺させるんですね。そういう面において声を出してやることによってテンポっていうのは1、1、2、3っていうことによってのテンポっていうことをすごく大事にすることによってまっすぐ転がりやすくなります。例えばそれが1、2、3で1、2とかなってみたりとかするとなんかバンって速くなってきたりとか、逆にそういう風な1、2、3、4、5ってなるとなんか遅いねっていう風にもなってしまうんで、こういう面においてのねテンポですね、やはりこうバックスイング1、2、3このテンポっていうのが結構適度な量になってくるんで、そこそこ打ち抜けるし、やはり強いタッチを出しながらもデリケートなタッチも出しやすいっていう風なこの3拍子ですね、ぜひこの、打つ時においての1、2、3テンポですね、これはぜひとも気をつけてください。あとはね、そのテンションっていうところなんですけども、あまりね皆さんストローク中テンションって聞かれたことないと思うんですけど、まあ俗に言うね、速くなったってやつですね。例えばバックスイングでこの側からこうグッと速くなってしまうとか、ダンスイングでここからやるとバックスイングでグッと速くなったり、ダンスイングでグッと速くなるっていうことによって、まあそれテンションっていうのはイコール力がかかったとか、こう気持ちが上がったっていうところにおいてになってくるんですけども、やはりなんでそれがそしたらダメかっていうと、バックスイングがグッと速くなるとダンスイングで緩めてしまう人がいらっしゃったりとか、逆にバックスイングゆっくりやけど逆にパンと速くなる方がいらっしゃったりとか、そういうのって無意識の中でなってしまう方々が多いと思うんです。特にね、なんか入れたいこのパターっていう時に速くなったっていうので、ね、特にダンスイングがプッと速くなって左に引っ掛けたりとか押し出したりとか、バックスイングが速くなってしまって、膝を打つときに緩めてしまって、ボールが転がりにくいっていうのはあるんですけども、そのあたりのね、練習の仕方とすればね、こういうふうに、T をね、用意してもらって、いつも、これが T なんですけど、これをなんですけども、T ですね。ここにね、ちょっと乗せてもらうんですね。こういうふうに乗せてもらいます。で、この乗せてもらいながら、バックスイングをゆっくりこうすることによって、一定のテンションっていうのがかからないです。例えばこれがね、ぐっと速くなると、この T が倒れるんで、こういう風に構えてて、T をね、置いといてですね。この感じから、それでまあ、ゆっくりやったらテンションがかからんかったらこうなんですけど、やっぱり速くなることによって倒れてしまう。これを T を倒さないっていうことが、テンションが上がってないっていう、表れですね。こういう風に、バックスイングで、こういうふうにこのままからゆっくりこうやって倒さないっていうことが、バックスイングが速くなってないっていうことですし、でこれダウンスイング同様に、ここからテイをガクッとやってしまうと、速くなると倒れてしまうんで、こういうふうにティーがね、こうテンションが上がるっていうことは、イコール、このティーを倒すっていう動作になってくるんで、なるべくね、本当に、ここから、言うてもダウンスイングが速くなったら、ここからこうプッてなると倒れてしまうと、これは良くないので、これはね、まあ、すごく大げさかもしれないですけども、これもね、ダウンスイング中に、このままティーアップ、バックスイング打って、ダウンスイング中も、
を落とさないっていうこういう練習ですね。バックスイングを切ってダウンスイングを落とさないっていうこういう練習をこうしてもらうことですね。これするとね、結構体幹の力とかは結構必要になってくるので、こうなってくると一定のリズムを振るっていう自分の感覚が養いやすくなります。やはりね、我慢しきれなくなってこうプッと速くなる方もいらっしゃるので、こういう風な T を置いたこのストロークの練習をした後に自分のストロークをすると、結構ね、自分がこの速くならないようにゆっくり打とうではなくて、目標を変えるんですね。速くならないようにゆっくり打とうではなく、 T を倒さないようなイメージで打とうみたいな。さっきまではね、やはり T がここにこう乗ってたんで、乗ってたのを意識して、このままからゆっくりずーっとストロークして、ずーっとこういう風なこうテンションをかけずに、ずーっとこういう風にすることによって、いざ素振りの時も T が立ってるのをキープしてストロークするっていうことがテンションが上がらないっていうことですね。イコール皆さんがね、ほんまに速くなっちゃったっていうのも、自分をやってる気はないのに速くなってしまうんで、そういう方の場合は今みたいな T を置いてるイメージを持ってストロークをしてもらうことによって、こういうふうなゆっくりしたテンポのいいストロークがこうずーっとやってしやすくなってきます。そういうふうにね、緊張感が出てくると、やはり皆さんこう、僕もそうなんですけども、やっぱりバックスイングが速くなって T を倒すようなテンションになってしまったりとか、ダウンスイングまでね、こう振った時にキーがポロッと倒れるテンションになってしまうっていうこともあるんで、そういうところもね、気をつけてストロークをしてもらうと、ゆっくりこうティーを倒さないようなイメージで打つことによって、そのゆっくり打つっていうこと、頭で分かってるんですけど体分かってないんで、そこはゴルフの体ですね。ゆっくり打つっていうことは何かって言ったら、ここに置いた、ね、ティーをこう置いて打ったこのストロークがティーを倒さないで打つっていうのは、ゆっくり打つっていうことです。そのあたりのね、言葉のイメージができないときっていうのは、こういうふうなね、こう具体的なこういうものを持って、こういうふうに倒さないように打つっていうのがすごい大事なんで、こういう練習をすごくやってもらったらいいですね。あと、もう一つなんですけども、こういうふうにやっぱりパターっていうのは体幹のトレーニングがすごく大事です。やはり今でもね、こういうふうにこう T を置いててこう打ってても、ずーっとやっぱり僕の中では腹筋や大胸筋や背筋に対しても、今のこう力が入ってくるんですね。やっぱりゆっくり振るっていうことは、手をじっとさせておいて体だけで動かしてくるので、本当にもう胸やお腹や腹筋背筋に入ってもずっとこうしっかりこう力が入っている状態なので、体幹に力が必要です。そういう場合においてなんですけど、ほぼねゴルフな体ですね。例えばこんな、例えばもしバランスボールをお持ちの方があれば、こういう風になって代表的なトレーニングですけども、やはりパターっていうのはじーっとした状態から体を少しだけ動かすっていう、じーっとすることっていうのが大事なので、体幹トレーニングで、やはりこういうバランスボールをお持ちの場合は、こういう風にしてもらって、ずーっといって、こう支えることが大事ですね。こういう風にじーっとしてるこの感覚だけでも、結構パターの、腹筋とか背筋に力を入れてるのとよく似てるんで、これを1日ね、本当に10秒、20秒で認定してもらうだけでもいいです。また、こういうバランスボールがない方とかは、普通にね、こういう地面とかでも、本当に代表的な体幹トレーニングですね。こういう風にしてもらって、こうしてもらうっていうことですね。これだけでも、じーっとしてるだけでも、じーっとしながら腹筋と背筋と腕にも力が入ってるんで、じーっとしてると腹筋と背筋と力が入ってるんで、この感覚っていうのは、パターの腹筋と背筋も力入れてるんで、この感覚からの、しっかりこう、さっきの体幹トレーニングの力を入れた感覚でずっと動けるんで、ストロークとよく似てるんで、そういう風にパターっていうのは腕に確かにね、力入れるの大事ですけど、最終的には体幹に力入ってもらわなきゃいけないんで、あんなトレーニングをしながらまたストロークをしてもらうと、またね、この安定感につながるし、さっきのここに置いた T が倒れにくくなってくるんで、ぜひともね、今回のそのテンポ 1,2,3 で打つことと、この T を置いての打つね、テンションのことですね。で、それを活かす意味でも、トレーニングを、さっきの体幹トレーニング、本当に一日ね、お忙しい中、皆さん、あれなんで、一日で10秒とかでもいいんです。10秒2回だけとか、で、そんなんでもいいんで、やはりね、ゴルフに必要な体の感覚を使ってもらって、まあ、ゴルフの体イコールね、健康体なんで、ぜひとも皆さんの健康にも役立つと思うんで、ぜひとも、参考にしてみてください。まあ、今回の、テンポとテンション編、終わらせてもらいます。ありがとうございました。